今300クラブ終わりました。私は4位でございました。最後残念でしたけれど、あの黒川プロがあのハンデを抜いたらもう総トータルピン1位でしたし、また去年準優勝であの悔しい思いを今回リベンジされたと思えば、私もまた来年につなげるしかないなと思っております。今回たくさんいいボール揃っておりまして、リスペクトゾリッドも前半活躍しましたし、中間はあのパラノイアも活躍しましたし、最後はドリームビッグパールとすごく本当新しいボールが頼もしいので、この調子で関西オープン開幕戦を迎えたいと思います。またの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。